絶対に笑ってはいけないクロちゃんの写真付きツイートやばいってメンバーでクロちゃんの時おもろくねみたいになって見てたらおもろすぎてこれ企画にできるぞでも今日笑ったら1000円ずつつなげまして一番多く笑わした人にも募金します。カツラっていけるのもらえます。ここにも大量の1000円とか、まあ、2万円とかやばもう順番はあらかじめ決めてます。はい、条件で構成に決めまして、ノリ、大輝、俺、タツキ、ターボ、まあ、1人3枚、1人3枚ね、被らないようにちょっと5枚ずつもう持ってもらって、なるほど、やっていきましょう。レッツクロちゃん。まあ俺はちょっと普通にフッってなったわ。はい、ああなるほど、はい、いきます。二度寝してしまったし、とりあえず口笛吹くし、二度寝してしまって吹く口笛。せーわー、マジか結構危ない。これさ、結構そう、これ一発で耐えてもさ、ずっと見てると笑いそうだね。追撃大事。あー、そう、追撃大事。やばいやばいやばい。まあちょっと、まあ欲しいものが見つかったと、そういうツイートです。なるほど。翼をくださいだしん、いやいやいや、レッドブルね。まあわかりますよ、こういうね、反応。もう次行ってください。あ、もういいんすか。全然次行ってください。もういいんだ。結構おもろかったけどね。翼をくださいだしんって入れてましたね。はい。次の日のツイートです。こちらです。翼生えた。翼生えた。生えてもうてるやねんか。俺これ見たわ。1ポイント。うわ、きつい。みんな耐えるね。いや、流れうまかった。1000円ここに置いてもらって。いやー、はい。うわー、俺これ結構笑うと思ったのにな。人によってね、すごい違います。あー、くそ。じゃあ大輝さんです。ある日の入浴中です。あ、はい、せーの、うん、マンダム。まず、うん、マンダム。その後の、何その点、それは、これは、これは、これ気持ちくなかったね。うん、マンダム。これ音符かと思った。鍵型閉じだっけ。閉じ、閉じ、閉じ。何振ってんの。じゃあ僕も1000円お金します。はい、強っ。まあこれは、お前どうしたみたいな。はいはいはい。お前どうしたみたいな。どうしたとかやめて。もう絶対嘘やね。じゃあ落ち着こう、落ち着こう。じゃあオープンしてください。はい、まず、はい、これ持ってんの、これ僕見たことあるんですけど、木、バームクーヘンじゃないんですよ。じゃあね、見てください、よく見てください。木、これ木じゃないね。じゃないね。これテーピングだね。テーピングだね。テーピングのことをバームクーヘンって、しかも美味しい、美味しいしんよって。美味しいって食ってへんやん、まず。せーの、お前の方が危ない。テーピングやもん。テーピングだ。なんで木やと思ったの。ほんまやめて。これ俺が一番できないで一番笑ったツイート。これは多分いつかの入浴シーンですね。シーンですね。シーンですね。お前もう、クロちゃん大好きすぎ。お前クロちゃん大好きすぎて、いつかの入浴シーンで。俺はめちゃくちゃ、まあ多分絶対あると思う。ちゃんと説明するから。はい、オープン。はい、これまずユニコーンって言うけど、そう、見て、上だぞ。ここや、うんこじゃ。うんこじゃないけど、うんこじゃって言うから、もうそれ、そこにやられた。2ポイント。違う、いや、3ポイント。3ポイント。うわー、もう俺優勝なくなったやん。はい、1000円。もう4000円溜まってますから。はぁ、早っ。続いて僕の番です。はい、まあ僕はもう見てね、こいつもどつこうかなって思ってました。もう俺も笑っちゃうけど、やめて。もいきます。ほんまや、笑った。それを思って、タイヤで遊んでもうてる。もう一個いい。パンダのあれじゃない。いや、絶対そう、パンダじゃないよね、これね、絶対。そうだね、ネズミかなんか。おい、もうヒゲねえってさ。たまるねえ。もうか。続いての写真なんですけど、これもどついたろうかなと思った一枚なんですけど、はい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 、こちらです。タイヤ、タイヤいくんすこれ。タイヤいるんすよ。もうタイヤとかやめろや。もう まだいるんですよ、ここ。なんならパンダみたいになってます。ちゃんとここで、ほら、さっきより離れてない。くっついてる。こいつ芸人なのよ、仮にも。何パクってる。後輩の
芸人のネタをバリバリパクる。一応番外編で見てもらっていいですか。これめちゃくちゃパクるんですよ。めっちゃパクるやん。めちゃくちゃパクる。次はですね、はい、僕が生きてた中で一番ドツコと思った一枚です。3枚ともドツコ。いや、ここ次ほんとすごいドツコ。あー、なるほどね。はい、いきますよ。待って、ポージングと表情全く一緒。これはオンラインタイムなんだ。うわー、やばいよ。こんな同じ顔でちゃんと笑ってもマジちゃんと同じや。これからイベント出しんよーと思って。大募金でーす。これ8ポイント。やばっ。決定。腹立つわこれ。こいつ誰もインフレないの。こいつだけインフレ。どこでもらったの。次たつきさんです。4番手たつき。特にコメントしません、はい、これに関しては。あら、はい、見てください。はい、はい、おはわパリリンチッカチカン。ここだけ見て、ここだけ、このサイドだけ見て。いや、サイドこいつだけ笑うてんの。せーの、じゃあ2枚目お願いします。クロちゃんの口癖知ってますか。語尾に芯がつきますね。それを踏まえてどうぞ。芯芯だし、芯芯だし、芯芯だし。やりたー。芯芯だしんきましたよ、とうとう。三乗、三乗きました。芯芯三乗。ふざけんなこれ。マジで。このツイートの前後でいいねの差がもうめちゃくちゃ変動し始めたツイートのね、ここから。で、急に爆伸びしたツイートがあります。おお、ね、これをご覧ください。もうやけくそ打診。名前に印つけます。あ、これちなみにあの女の子のあのトラブルがあった時のツイートなんで、ちょっとそこは。ん？書いてる。ん？化け。あ、違う。化ける。化けてる。化けてる。ちょーもー。笑ってないですよ。笑ってないですよ、まだ。あるじゃん。笑ってない。笑ってない。頑張りました、あなたは。頑張ってへんよ。お笑い芸人。頑張りました。はい、3ポイントか。3ポイント。じゃあ最後、アーボーさんお願いします。まあやっぱニューヨークシーンが多いじゃん。多いね。だからその中でもいっちゃんイラッとした画像、それがこちらです。朝ごはんはスムージー、健康だしんよ。道端アンジェシカか、お前は。と大体アンジェリカの方言うね。あんまりジェシカの方は言わない。2枚目がせーの。2枚目いきましょう。アンジェシカね、本当にそっち行かんないよ。アンジェリカよ。アンジェリカと。アンジェシカ行かないじゃん。なんか違和感すごいなと思ってた。まあやっぱり風呂が多いと、うん、結局、うん、また風呂で、風呂のツイートがとにかく多いじゃん、うん、で、さっきみたいにスムージー飲んだりとか、なんかスノーみたいなやったりとか、いろいろするじゃん。もう上げる写真なくなったんでしょうね。はい、チャプラー、チャプラー、チャプラー。何これ、ネタないやん。もういろんなもの飲んでたじゃん、うん。何にもなくなったんでしょ。いよいよ、ただの風呂入る。うまいわ。1ポイントでした。あー、1ポイントか。うわー、正義笑ったらマジ釣られる。あー、俺これ結構めちゃおもろくない。おもろい。はい、1ポイントです。おー、ラストです。ラスト。お前やめとけよっていうツイートです。なるほど。これが噂の必殺マーメイドストレッチだしん。バキバキから伸びバキ出しんからやってみてね。もうアウトです。もう今もう腹立ってしゃあねえや。顔も絶妙な顔してる。顔バカ腹立つから。これやばいだろ。 SNS 抜けてよ、抜けたらダメだよ。ダメでしょ。このおっさんが一人でスマホ持ってタイヤと写真撮ってんだよ。すごい人だと思います。天才。すごいよね、本当に。すごい。いや、マジですよ。本当にありがとうございます。スイートだけでこんな場所ね、さらって、天才、天才だもん。天に災害と覚悟の天才。そっちか。はい、ということでじゃあ1、3、3、3、8。はい、僕優勝でございます。はい、ちょっとあれはないわ。今日やや、今日やや。ガクが結構えぐい。18,000円。8,000円。定期的にまたクロちゃんに面白いツイートしてもらって、うん、第2回目もね、うん、できたらいいなと、うん、やりたいなと思います。もし僕企画発案者なんで、ちょっとあんまこれもらうの申し訳ないんで、これでご飯の食べに行きます。おー、行こうぜ、行こうぜ。はい、ということで少しでも笑った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。ポイ。
バイバイだちん。バイバイだちん。ありがとうちん。チャビーチャプラー。チャプラー。好きになって、信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。